海賊モア船長シリーズは、多藤敏行による海洋冒険小説である。海賊モア船長の編歴は1995年から小説中高で連載が始まり、1998年に単行本化された。また、このミステリーがすごい。1999年版で17位にランクインした。さらに1999年に、 NHKFM の青春アドベンチャーにおいてラジオドラマ化された。続編となる海賊モア船長の封印が2004年1月から小説スバルに掲載され、2005年に海賊モア船長の憂鬱と解体して単行本化された。1696年、イギリス国王ウィリアム3世からの特命を受け、キッド船長率いる武装船。 アドベンチャーギャレーは、海賊討伐の航海へと旅立った。イギリス東インド会社に勤めていたジェームズ・モアは、海賊との内通を疑われて解雇され、さらに妻を亡くして、失意の底にあったが、窮地の中であるセインオーダルの紹介で、アドベンチャーギャレーに乗り込んでいた。国命のもとに出版したものの、イギリス出国前には海軍に水夫を徴兵され、 海へ出てからは嵐に会い、先へ進めば熱病が流行り出す。さらに、イギリスを出てから10ヶ月以上もの間、海賊船を一石も発見することができなかった。海賊船からの没収が見込まれていた収穫がなければ、船員は給与を得られない。アドベンチャーギャレーの船内には、次第に健能な雰囲気が立ち込め始めた。きっと船長はとうとう、 海賊船以外の船も標的とすることを決定し、その時航海士に抜擢されていたモアは、イギリスにはもはや自分を待つ者など一人もいないという、定年から船長の決定に賛同する。こうして、海賊討伐船、アドベンチャーギャレーは、海賊船、アドベンチャーギャレーとなった。海賊船以外の獲物には事欠か,かないはずだったが、きっと船長は、 イギリス本国に直接敵対しなければそのうち帰国しても許されると考え、イギリス及びその同盟国の船は襲わないという線引きを行う。帰国すれば公主代が待つだけだと考える乗組員たちは線引きに従ってイギリス同盟国の商船を見逃す船長への不満を募らせ、船長は反抗的な態度をとった部下の一人を衝動的に撲殺する。 荒れ果てていくアドベンチャーギャレーだったが、航海に出て2年、ようやく収穫を果たし、莫大な額の財貨を手に入れることになった。しかし、それが分裂のきっかけとなった。乗組員たちの大半は、もはやキッド船長についていく理由がなかったのだ。免罪を信じて、帰国の道を選んだキッド船長から、モアはアドベンチャーギャレーを譲り受け、海賊として独立した。 海賊、モア一味の誕生である。新たな乗組員を仲間に迎え、新米船長ながらも基地に飛んだ、モアの元、アドベンチャーギャレーは、経験を積んでいく。ある時モアは、仲間の一人から、自分の兄が、ブラッドレー一味の海賊船、タイタンに身を寄せていたものの、ブラッドレーからの拷問を受け、ついには、死んでしまったことを知らされた。 政府の密定と疑われたとのことだが、疑いのかかった理由はよくわからないという。モアはその真相を知るために、ブラッドレイ一味を追いたいという欲求を抱くが、船長であるからこそ、個人的な都合で船を動かすことは許されず、苦悩する。だが、モア率いるアドベンチャーギャレーと、ブラッドレイ率いるタイタンは、いくつもの縁で結びつき、やがて敵として巡り合うことになる。 カッコ内は、ラジオドラマにおける担当キャスト。ありがとうございます。